ユダマカバイハスモンの朝は、紀元前140年頃から、紀元前37年までユダヤの独立を維持して、統治した、ユダヤ人王朝。紀元前166年に起きたユダマカバイによる、セレウコス長軍への決起から20年後に成立。フラウィウス・ヨセフスによれば、ハスモンという名は、一族の先祖、祭祀またティアの祖父の名前に由来していると言われている。 ハスモン朝の起こりについては、フラウィウス・ヨセフスの著作及び、旧約聖書の外典である、マカバイキってに詳しい。マカバイキは70人約聖書に含まれていたため、カトリック教会と聖教会によって、旧約聖書の一書として受け入れられたが、ヤムニア会議以降のユダヤ教とプロテスタント諸派はこれを、聖典として受け入れなかった。マカバイキの記述によれば、 セレウコスはサシリアの王アンティオコス四世エピファネスは、エルサレム神殿において、異教の神への捧げ物と祭儀を行って、これを冒徳したため、紀元前167年にも、リンという村の祭司マタティアとその息子たちが、シリアの役人を殺害して、アレノに逃れ、交戦を呼びかけた。ユダマカバイの勝利、ギュスターブ・ドレが紀元前166年にマタティアが、 死ぬと、息子で、マカダイと呼ばれたユダがその後を継いで、軍事放棄を行って、シリア軍を排除し、紀元前164年のキスレウの月の25日に、聖書を清めた。今も行われる、ユダヤ人の祭りハヌカは、このユダが聖書を清めた出来事を記念している。シリア軍は以前として、エルサレムの要塞によっていた。シリアで、将軍、ルシアスが実権を握ると、 エルサレムに大攻勢をかけ、ユダたちは窮地に陥った。しかし、セレウコス町内での権力闘争が起こったため、リュシアスは、ユダたちと和解し、ユダヤに対するシリアの主権を認めることと引き換えに、ユダヤ人の宗教的自由を完全に認めるという、協定が結ばれた。その後、シリアによって任命された、大祭司、アルキモスに、ユダたちが反旗を翻したことで、 再び、シリアとの間に、軍事衝突を引き起こした。ユダはその争いの中で、紀元前160年に戦死した。ユダの戦死後、指導者となった兄弟のヨナタンは、シリアの王との戦闘の末に講和を結び、大祭司としての地位を承認された。正当な祭司の家系に属さない人物が大祭司になったことに衝撃を受けた経験派の人々は、 ハスモン家と距離を取るようになっていく。紀元前142年にヨナタンが敵将トリュフォンの手に落ちて殺害されると兄弟のシモンがヨナタンの後を継いで大祭司となった。シモンは兄の立場を継承して軍事的指導者にして大祭司という立場に収まった。シモンの時代にユダヤ人は エルサレムに駐留するシリア軍を撃退し、撤退させたことで、シリアから政治的独立を認められた。ハスモン家の祭司としての正当性に疑問を持つ、ユダヤ人たちも少なくなかったが、ハスモン一族の政治的実績の前に、多くの人々が忠実な預言者の出現するまでは、シモンを彼らの指導者、大祭司とするのを良しとしたこうして、紀元前142年から、 紀元前135年にかけてのシモンの時代に、ユダヤはシリアからの事実上の独立を勝ち取ることに成功した。シモンは、ローマに使者を派遣して、自らの権威の承認を求め、元老院はこれに応じて、シモンの政権を承認した。しかし、紀元前135年2月、シモンは、娘ムコプトレマイオスに暗殺された。 シモンは二人の息子マタティアとユダと共に殺害されたため三男のヨハネ・ヒルカノス一世が後を継いだヒルカノスの治世は紀元前135年から紀元前104年まで及んだヒルカノス一世は傭兵を用いてサマリアやかつてエイドムと呼ばれたイドマヤにまで支配権を及ぼすことに成功したハスモサの世襲体制に対して当初 ハスモニ一族の対シリア戦争に対して協力的だったユダヤ教の経験派などは批判に転じるようになった。この頃、経験派の中から立法への忠実さを特色とするファリサイ派が発生してくる。ヒルカノスはファリサイ派でなくサドカイ派と接近し、統治体制に組み込むことでユダヤ教の指導層をつなぎ止めようとした。ヒルカノス一世の主語は、 医師によってその妻が、息子アリストブロス一世を大祭司に立てる形で、ユダヤを統治した。しかし、実験のない大祭司の地位が不満だったアリストブロス一世は、母親と兄弟を極に投じて、母を極死に追い込み、政教両面の指導者の地位を手にした。彼は、大祭司にして、王の称号を持つというユダヤ的真権政治を、具現した初めての人物となった。 それもつかの間、一年足らず後の紀元前103年に、アリストブロス一世は苦痛の中で病死した。アリストブロス一世の後は、アレクサンドロス・ヤンナヨスというギリシャ風の名前を名乗った弟のヨナタンが後を継いだ。彼は二人の弟と共に獄中にあったが、アリストブロス一世の未亡人、サロメ・アレクサンドラによって釈放され、彼女と結婚することで大いにつくことができた。 アレクサンドロスは紀元前103年から紀元前76年まで統治し、遠征先のラガバ要塞の包囲中に死去した。もともとユダヤ民衆はハスモンアサに対して冷ややかであったが、ヤンナイオスは反対者に対して極刑で臨んだため、その恐怖政治にハスモンアサに対するユダヤ人の反感がさらに高まった。アレクサンドロスの後はスマサロメ・アレクサンドラ。 さらに息子アリストブロス2世によって継承された。本来は大祭司であった兄のヨハネヒルカノス2世が王位を継いでいたのだが、弟のアリストブロス2世が武力によってこれを奪取したのである。この兄弟の争いが、ハスモン朝時代の終わりを早めることになる。一旦は王位を追われ、大祭司職も剥奪されたヒルカノス2世は、 イドマヤ人の武将のアンティパトロスの支援によって、体制を立て直し、エルサレムに迫って、アリストブロス2世との決戦を迫った。しかし、中東へ進出し、セレウコス長を倒したグナエウス・ポンペイウスとローマ軍が、ユダヤに到来したため、両勢力は競って、これに接近した。ポンペイウスは、有能なアリストブロス2世を危険視し、 無能なヒルカノス2世がグツにふさわしいと判断、アリストブロス2世をローマへ連行し、ヒルカノス2世を大祭司に復職させた。ローマの影響力の前に、ハスモンアサ支配はすでに名前だけのものになっていたが、ヒルカノス2世は、その、ローマの後ろ盾によって何とか大いについていることが、できた。しかし、ヒルカノス2世は、 その頃東方から進出してきたパルティアと結んだアリストブロス2世の維持アンティゴノスによって捕らえられ王位を奪われた。アンティゴノスはパルティアの支援によって父の仇を討って王と大祭司の地位を手に入れることに成功した。紀元前40年から紀元前37年まで在位したアンティゴノスは大祭司にして王というユダヤの二大称号を保持した最後の人物となった。 ヒルカノス2世を支えた武将アンティパトロスの息子ヘロでもアンティゴノスに命を狙われたが辛くもその手を逃れローマに渡ってその指示を得ることに成功ユダヤ王として承認されたマルクス・アントニウスが率いたローマ軍と共にユダヤに戻ったヘロではパルティア軍を追い払い後ろ盾を失ったアンティゴノスを破って紀元前37年に名実共に ユダヤの王となった。ローマ軍の捕虜となったアンティゴノスは、斬首されて、ハスモンアさサは滅亡、ヘロデ長が成立した。紀元前167年から166年、マタティア・モディンの祭祀、反乱を、開始紀元前166年から160年、ユダマカバイ・マタティアの息子紀元前160年から142年、ヨナタニ・ユダの兄弟、 初めて大祭司の称号を得る。紀元前142年から135年、シモンユダの兄弟紀元前135年から104年、ヨハネ・ヒルカノス一世、シモンの息子紀元前104年から103年、アリストブロス一世、ヒルカノス一世の息子、初めて王を名乗る。紀元前103年から76年、アレクサンドロス・ヤンナヨス・アリストブロス一世の弟、 紀元前76年から67年、サロメ・アレクサンドラ・アレクサンドロスの妻紀元前67年から63年、アリストブロス2世、アレクサンドロスの息子紀元前63年から40年、ヨハネ・ヒルカノス2世、アレクサンドロスの息子紀元前40年から37年、アンティゴノス・アリストブロス2世の息子、ハスモガサの終焉。フラウィウス・ヨセフス、ハタ・ゴーヘ ユダヤ戦記愛知熊学芸文庫、2002年、P031。フラウィウスヨセフス、旗豪平、分け、ユダヤ戦記愛知熊学芸文庫、2002年、P032。フラウィウスヨセフス、旗豪平、分け、ユダヤ戦記愛知熊学芸文庫、2002年、P035。フラウィウスヨセフス、旗豪平、分け、ユダヤ戦記愛知熊学芸文庫、2002年。 p036。フラウィウス・ヨセフス、旗合兵、和ヘユダヤ・戦記愛知熊学芸文庫、2002年、p040。ありがとうございます。